こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。隠居して4年が過ぎてもう5年目になるのかなっていうところなんですよね。隠居暮らしっていうのは何かというと、本当にね、社会との接点を持たずに、セミナーもやらずに、ほとんど誰にも会わずに、何も頼まれずに過ごすことなんですけども、やってのけてるわけなんですよね。いや、不思議ですね。それでもきちんと収入が入ってきて、でそればかりか収入は上がるわけなんですよ。もちろん私は一時期みたいにドカーンというようなね、100万単位でゴンゴンゴンといくようなことはもう意図的にはなくなりました。今はね、自然体で入ってくる金利ですとか利回りですとかで売上ですとかっていうのを受け入れてやっているわけなんで、そんなにねびっくりしたような年収にはなってません。もともとね、私の年収っていうのは、売上を作った法人から少しずつこうやっていただいてるんで、非常にね平均的な、私のね年収って420万なんですよ、確定申告上420万であって、その代わりですね、私が一人で経営してる会社がいくつかあって、その会社の売上がそれぞれ高いんで、会社の内部留保がねしっかり溜まってる状態かなと思います。世間一般大きく見ても、この会社の法人の内部留保ってのが500兆円以上あるらしいですね。で個人の所得とか個人の貯金っていうのはかなり減っているところを見ても、やっぱりね蓄財できるの、財産を貯めておけるのって法人ならではなんだろうなと思うんですよね。個人で財産を貯めておくことって非常に難しくってね、そういう仕組みなんだろうなと思います。これが私2005年に気づいたことなんですけどね。で手打ちのカード、手持ちのカードで勝負するってことで前回吉田さん話されてました。私はね Facebook ライブも4000回5000回とやってきまして、こうやって YouTube のアップロードも1万5000回ぐらいねやってきました。でその他にもメールマガジンは1万通ぐらい書いてきたかなと、 Facebook の記事っていうのももうね2万通ぐらいになってると思います。やっぱり数押せば、そこそこのベテランにはなっていくんですよね。例えばこの動画を見ていらっしゃる方も、何かのことでお仕事で10年やった20年やったともなれば、そこそこの自信もつくし、周りからの信頼も得れると思うんですよ。こういうことを考えると、本当にね何を継続するかだけで自分の財産というのはできていくと思います。でその財産が社会に反映される可能性が大きいか小さいかってこともありますんで、例えばね今ねパソコンの資格試験をいくら取ってもあんまり社会に反映されません。私もね、IT で起業してる人間ですけども、パソコン系の資格は何一つないんですよ。でもきちんと売り上げを上げて集客ができていて、プログラミングができて、解析がアクセス解析ができてとかってね、自分に必要なスキルっていうのはあるんですよね。でもパソコンのスキルは全く、いわゆるね客観的なスキルはありませんので、多分私は入社試験ではどこも落ちると思うんですよ。それで結構なんですよ。私はだから一人企業向けの多分スペックなんでしょうね。どっかの会社の社員になるスペックとしては多分10人並み100人並みなんでしょうね。そう考えると、自分の手持ちのカードが社会に反映されるものなのかどうなのかってこともたまに見極めなければならないかなと思うところがありますよね。今日の動画のまとめなんですけども、私はねこの YouTube ってのをものすごくおすすめします。やっぱりおすすめします。じゃあ YouTube で何をするかってことをちょっとお話ししましょうか。私はですね、40代もしくは50代で YouTube で何かを始めるんだったら、トリプルチャンスを狙えるね YouTube の発信を私は進めるんですよね。それは FX の相場解説の動画を取るわけなんですよ。で FX の相場解説、これはねデタラメでも構わないです。極端な話、デタラメでなんで構わないかっていうと、繰り返していくうちにそれは下手でもね上手になっていくんですよ。それこそ3ヶ月6ヶ月1年続ければ、これはね嫌でも上手になります。嫌でも上手になって FX が本当に勝てるようになる日が来るかもしれません。だから毎日 FX の相場解説をすることは私はねすごくお勧めします。 FX の経験がなければないほどやってみたらいいと思います。経験がなければその分だけ、ちょっとやっただけですごい力がつきますんでね、いろんなことを覚えていきますし、知りたいっていうふうに興味も出てくると思うんですよ。そして FX の相場解説を動画でやるための2つ目のポイントなんですけども、これはですね広告収入ですね。1つ目は続ければ上手くなるってことを申し上げましたけど、2つ目はね広告収入なんですよ。 FX の相場解説につく広告っていうのは証券会社の広告が圧倒的に多いです。ここのねアフィリエイト報酬高いんですよ。ですんでトレンド記事とかね、動物さんの動画をたくさん撮って、ペットの餌とかのねちょっとフィーの安いものとか、ペットの保険みたいなね撮ってもなんか50円みたいなねアフィリエイト報酬とか、それから芸能人のトレンドとかね、事件事故、こういったいわゆる
アクセスがドンと稼げて次の日からあんまり稼げないみたいなトレンドネタありますよね。これにつく広告っていうのは非常にデリケートなんであんまりつかなかったりします。うん、特に人を叩くものは全くつきませんし、国際観のものもつきませんし、政治経済に関するものってね、その中で政治のものってつきにくいんですよ。そう考えると私はね、永久不変の相場に関する動画を上げて、証券会社もしくは銀行、クレジットカードなどの高いアフィリエイト報酬をもらった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。特に不況になればなるほど、こういった FX 投資系の動画っていうのは見られるし、証券会社や銀行口座、もしくはクレジットカード、カードローンのカードっていうのは作られやすいんですよね。これが2つ目の理由です。3つ目は、継続するだけで信用になるってことなんですよ。もちろん自分の自信にもなりますよね。これを一番最初のね、手持ちのカードにしたらどうかなと思うんですよね。FX の相場解説を YouTube で毎日やる。それについて3つのメリットがあるってことをお伝えしましたけども、言ってみればね、私もこの威力を使ってるんですよ。ね、私は YouTube の相場解説を全く YouTube が分かんない頃、FX ですね、FX が全く分かんない頃からやっていました。そして分かんないなりにやると1年ぐらいやるとね、だんだん見えてくるんですよ、やっぱりさすがに。で、2つ目はアフィリエイト報酬ですね。こちらの方も安定していただけるようになりました。これは FX によるものが大きいと思います。 FX の相場解説ってのは基本的に、広告がつかない、非表示になるってことはないですね。だから安全に作っていきます。本当に自信を持って1日何本でも作れます。で、3つ目なんですけども、継続したことが自信になり、客観的な信用になるってことですよね。まずはね、だから FX 何やればいいのかな、 YouTube で何をやればいいのかなって迷ってるようでしたら、 FX の相場解説でやればいいんじゃないですか。それこそ相場解説ができなくても、例えばね、ロウソク足の説明をしますみたいな感じで1分喋ってみるとか、陰線と陽線の違いはっていうので1分喋ってみるとかね、こういうのを積み重ねてもいいと思うんですよ。まあ、それから通貨ペアっていうのはどんなものがあるかってことをつらつらメモを読みながら喋ってみるとかね、ドル円があって、その反対の円ドルがあって、OG ドルがあって、ユーロポンドがあってみたいなことね、ずっと話していけばいいんじゃないですかね。まあ、そんな感じで、何もやらないよりは何かをやった方が100倍マシということをね、今日はお伝えして終了しようと思います。吉田さん、暑くなりましたね。っていうかまだ暑いですね。そして台風、厄介ですね。今年も毎日が非常事態宣言。やるなら今でしょ、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 もう一息、夏頑張りましょう。